ちょっとセーブやろうか。ああ。あ、そうか。パート3です。あ、ちょっとセーブ後。あ、どうすセーブ画面も出して。もう めちゃめちゃバレちゃうじゃん。はい。じゃあ、気を取り直して、パート3ですね。はい。前回は、歌舞伎町みたいなとこ行きましたけど。夜の蝶になって、起きましたね。はい。ゲーミング窓付きになる権利を得る。ゲーミング窓付き。そう。主人公の名前がね、窓付きって名前なんだよ。そう。思ったね。窓付きってなんだろうなって。これね、ちょっと ES キーでメニューを押して。これ名前が窓付きでね。なんで窓、うん、服に窓が付いてるからなんだ。見えるかな？なんか四角い枠があって。あー、確かに。に窓がついてるから窓付き。へえ。これ9の5って何？ん？この。ああ9分の 5？ なんだっけな。HP？ HP なんかあった。HP でも1の1じゃない？そのハートの横。ああそうか。あ経験値かな？経験値。経験値。が9分の9になったらレベルアップする。へえ。まあ、特にあんまり変わってくる要素ではないけど。攻略とかに。うん。なるほどね。ここじゃ選べないと。ちょっとじゃあ、また続きいきますか。行きましょう。まあ、いつもでやりましょう。そうそうそう。あ、テレビ変わってから。まあ、変わんないっすね。はい。あの、いつも。どこ行く？今度は。リミングル。あ、じゃあこっちから行ってるか。じゃあ。森ですね。うん。なんだこれ。なんか下にいる。なんだこの背景のこれは。おい、杉林も入れないな。花粉症だから。あー、確かに。これはひどいよ。もう、春は。あ、でもね、俺ね、今、引っ越してね、うん、今、アメリカのミシガン州にいるんだ。はい。こっちは、こっちの花粉は俺全然大丈夫だね。あ、そうなんだ。仕事の上司はね、なんかもう花粉症やべえわって言ってるんだけど。うん。俺もね、アリゾナにいた頃は花粉症ひどかったんだけど。うん。こっち来てから全く大丈夫だね。こっちの花粉はまだ、治ったって言うわけじゃないけど。多分種類が違うんじゃない？あ、なくしたら俺も発症しちゃうんだろう。なんか花粉をさ、杉となんかブタクサとかあるじゃん。いろいろあるよね。そう。ブタクサだとなんかすごい強いんだろう。なんか秋とかでもさ、なっちゃうからね。鉄っていうのはあるだろう。そうそうそう。でもこんなにこう、爽快な花は久しぶりだよ。確かに。この時期に乗るいつも乗らないの。鼻がズルズルだったかな。いや、俺も、花粉症って、全然なったことないんだけどさ。あ、そうなの？羨ましいね。でも一回なったことあって。うん。治った。高校の時に、友達とキャンプに行こうってなったの。ああ。で、どこだって、神奈川の、結構山の方行ってたんだよね。これとかそこら辺。そうだね、確か。でそこで、丹沢の方、うん。小田原の山の方か、ちょっと覚えてないけど。それで、そこの場所がさ、杉のさ、こういう、本当にこういう感じの、真下にあったの。ああ。山になってて、そこの一番下のところに、あの、もう、建物があってさ。ああ、コテージみたいな。あの、バンガロー。あ、はいはいはい。寝る場所もさ、あの、小屋があるだけでさ。はいはい。で、その小屋もちゃんと掃除してなかったっぽくて。でもう、だから、夜寝れなかったよね、みんなで。どれもう鼻水ずるずるだし、目痛くてさ。もし。花粉症じゃないんじゃないか。単純に部屋汚くてなんか埃っぽかったからじゃない。あ、でも、いや、杉花粉もすごかったもん、あの時。あれでハウスダストともう花粉でみんな死んでて。俺はなんなかったけど、その花粉、その後花粉症に。
友達がそのせいで花粉症になっちゃって本当にもうふざけんなっすね。あの夜はもう忘れらんないね。睡眠時間、あ、ごめん。そうっすか。睡眠時間30分かかったよ。キャンプといえば前、ソロキャンプやってみたいって話だったけど、言われたけど、ああ、まだやれてない。やれてないんですよ、ね。コロナのせいでな。ちょっとあの、コルちゃんがね、暴れまくってからね。でもむしろね、キャンプ場が空いてなかったんだ。そう、空いてないんだよ。あの、結局、ソロキャンプとかさ、まあ、もう密と真反対だけどさ、うん。まあ、やっぱちょっと、ね、モラル的にね、やっぱり、キャンプの人もね、って思ってだろうね、多分。あ、かな、もキャンプ場じゃなくてもいいんじゃん。でもどうだろう、日本ってキャンプ場以外のキャンプなのかな。いや、禁止ではないけど、あんまり。おすすめされてない。河川敷とかあるけどね。ぶっちゃけ、あんまり良くはないよね。河川敷も今の時期、鉄砲水とか怖いもんな。そう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 。やったことない人間がいきなりさ、そうね、キャンプ場じゃないとこに行くのは。なかなか、そうそうそう。そういうの考えるとね、なかなかね。あ、なんだ、え、あ、でも、ね、これ。作んな。なんかあんのかな、特に。ないって。あれ、さっきでは。あ、こいつもじゃあくっつくのかな。あ、変わるんだ。頭が確かに。寂しくないですね、これと。あ、ちなみにここにも、グッズ1個ございますので。うん。今探してるんですけど、なかなか、ないですね。いや、もうそろそろ夏休みの時期だね。ああ、確かに。ヒロは夏休みある？お。あ、ね、ちょっと待って。なんかいますね。あれ？あれ？あ、来た！おめでとう！カエル。おー、カエルを上げて。カエル。と見てみましょうか。カエルに変身。すごい。水だけ。可愛くできたよな、これ。気持ち悪いな、しかも。ああ。まあ。なんかあるんですかね、これ。跳ね方もなぁ。カエルっぽくないなぁ。ジャンプだもんね、これ。好きだよね。うん。じゃあ、ちょっとさっきの話戻りますか。ああ、リビングに。そう。今、そんな立ってないでしょ、多分。うん、まだ、まだ。じゃあちょっと、あ、ちょっと待って、なんか。あるな。なんだ。おー、やばいやばい。なんだこれ。あー、なんだか生まれてる。いい。なんだなんだ。あ、なんか一緒に、ついてきて、高速直線と。あー、なに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 。あー、後ろついてきた。うわ、なにこれ。左剣じゃない？あ、写真。左剣？よし、左剣じゃん。巻いたら。よし。なんだあれは。後ろに。なんかある。上に行こう。ん？やってきた。なんだこの場所は。あ、さっきの。これさっき何だったのあれ。あ、まあ、ああいう空間だ。あ、もう何もないんだ。じゃ、捕まってみてもいいかもしれない。使ってみる？なんかわかんないし。なんだあれは。来い、出てこい。あったっけ？あ、ここなんかあるわ。あ、止まった。あいつに触れられるとこういう場所にワープさせる。あ、もう何もできなくした。終われた。ちょっと戻りますか。戻ってきちゃった。はい。まだ短いからもう一回行こうか。そうね。トリック。夏休みか。あ、そう、夏休みの話じゃない。
ある夏休み。ないんですよ、今年は。コロちゃんの、コロちゃんとオリンピックで。まあ、あってもどこにも行けないかっていうのがあるか。そうね。これは、一週間。あら、いいな。あ、でも、引っ越しで忙しいから、やっぱり休み取れるかって言われたら。確かに。じゃあ、一回、もう一回行ってみましょうか、そこで。なんか、よくわかんない。ああ、はいはいはい。あの、よくわかんない。あの、赤いね。はいはい。どの辺だったっけな。あ、もうちょっと右の方じゃん。そうね。いやー、なんかほんと今年だけね、ないらしくて。ないね。そう。私、まあ、ちょっと職業的に、まあ、いろんなとこを派遣する形なんですけど。そう、なんか、派遣先によって変わるからさ。そこ、お、あったあったね。結局そこにね、合わせなきゃいけないんですよ。やる。うちの会社もね、結構出張とか多い方なんだけど、私はやっぱ全然だね。なんで壁際に自分から。ああいや、ちょっと、いや、あそこで一周して、どっちに来るから取ったら失敗してしまった。ちょっともう一回行きましょう。あんまり仕事の話すると見バレするんで。まあ、いつかはね、本当に、こうやって、のんびりゲーム実況とかしながら、するのが一番いいんですけどね、仕事が。実際、なんか将来の夢とかって、どうすかなんかあります？俺はね、あるよ。ああ。結構貯金して、借金返済して、うん。自分のキャンプ場を開きたいんだよね。いいね、すごい。キャンプ、なんか、湖のなんかこう、湖畔かなんかにコテージを建てて、うん。で、その隣接キャンプ場みたいな感じ、個性を過ごしたね。いいな。私たちもこう、お金目的でやるんじゃなくて、まつぶしみたいな、うん。感じで、のはあるね。お、さっきのカエルだ。いいなぁ、俺も働きたいな、あそこで。いいね、ぜひ。住み込みで働いてる。もういいっす、一生アメリカにいますよ、そしたら。私は、まあ、夢あるかい？夢。老後の夢。老後。なんか自分の店やってみたいね。あー、やっぱそんな感じになるよな。なんか自分の店が。ラーメン屋かい？ラーメンは好きだけど。なんか、自分結構酒とか好きだし。酒屋？バーとか。そうね、なんかバーとかやったら面白いかなと思って。あ、バーか。なるほど。いいんじゃない？いいじゃん、ぜひ今度なんか酒紹介動画とか作ってみたらいいんじゃん。あ、いいね。俺酒からっきしだからな。あ、そうなの？全然飲めないよ。すぐ酔っぱっちゃうよ。なんか、あと相当一応、ガタイが良いって聞いたよ。それで弱い。いや、もうダメだね。一滴で酔えるね。すごいな。一滴で酔えるんだ。匂いだけで酔えるからな、出るとか。ああ、ちょっと待った。あ、ダメだ。ちょっと、ダメだ。諦めよう。どこ行ってもいいかね。そう。俺のゲームの技術じゃダメだ、これ。いやー、まあ、でも、飲めたら楽しいよね。飲めたら。うん。まあ、俺も飲むのは楽しい時ぐらいだからな。そうね。お、なんか、適当な投稿来ましたけど。ただ、このユミニックってゲームね、一昨年だったかな、うん、リメイクってわけじゃないんだけどね。なんか、インスパイア作品います。精神的続編というか、まあ、続編なんだけど。うん。がね、出てね、結構話題になったんだけど、知ってる？いや、知らない、知らない。作者とね、作者公認のなんか続編みたいな感じ。
へぇー。Steam で発売されてて、結構ね、不安になったんじゃない？それはフリーゲームじゃなくて？じゃなくて、普通に売ってるんだけど。あ、売ってるんだ。そうそう。まあ、制作者、もともとの作者の聞山さんっていうのは関わってないんだけど。うん。もう、ちょっとまあ、夢日記ファンがね、みんな、作ってみようみたいな感じ。うん。おかげで、始まったプロジェクトなの。あれ、なんか。ステージもね、あるんだよ。リメイク版で。マザーとかもさ、なんかあったやつ。そうね。その結構愛されてるのはね。すごいよね、やっぱ。もう何年も経って、何十年も経ってるわけだから。2004年だぜ、これ。16だよね、だから。16年前だよね。16年前って俺って、あ、8歳だ。あ、もうそれ年々いっちゃうんすか。何年前だよ、私。だから24ですからね。まあ、めちゃめちゃいっちゃいましたね。まあ、ここは、あれ、カットするとして。いや、年はいいんじゃない？いや、あえて言わないっていう。あ、なんかペットがある。あるね。なんだこれ、寝てみますか。ああ。何もない。ハズレだね。ハズレ？ベッドがあったら寝てみることをお勧めするよ。なるほどね。いつか何かあるかもしれない。そうね。ドッキリのベッドがました。ここはでも、お、なんかあるね。ああ、いけないのか。いや、そうですね。見えないところに引っかかってる。いやー、でももう、僕たちも大人になりましたからね。あ、子供気分だよ。確かに。もう一生小遣いもらっていいみたいな。なんか特にベッド以外は動きがないですね。あんまり左行くとなんか何もなさそうなんだけど。いやいや、行ってみていいんじゃん。どうか。なんか新しい。はあ。どうなってんだこれ。なんか見え。お？トンネルだね。なんもないですね。あ、低くなった。いや、ゴリラさんはどういうゲーム、こういうゲーム好きなんですか、やっぱり。なんか。なんだろう。雰囲気ゲーみたいな感じ？そう、ちょっとまか不思議な感じの。そうね、探索するゲームは結構好きかな。ああ。探索要素があるゲームは好きだね。なるほどね。あとは、一番やるのは、だろうな、まあ、プレイ時間で今言ったらグラブルっていうソシャゲいっぱい一番やってるけど。ああ、グランブルファンタジーか。まあ、家庭用ゲームはやっぱシミュレーションかな。お、なんかありますね。あ、なんかある。次行きましょう。おめでとうございます。なんでしょうか。ベクトですね。このままじゃない。帽子とマフラーだ。あら。かわいい。そんだけですね。特に何もないですね。なんかこれね、ちょっと、一回、1ボタン押してみる。なんか言ってるの聞こえる？え？ちょっと音量上げてみますね。なんか言ってるような気がする。そうそうそう。取れる？ダメ、無理って言ってるんだ。言ってるよね。要は何もないんじゃなくてダメ、無理って言ってるんだよ。これがどういうことかは、想像にお任せするけども。なんだろう？どういうことなんですかね。言っちゃうと、まあなんかこう、発動条件があるって言えばいいのかな。あー、
現状では無理ってことだね。多分何かと合わさって、そうね。っていうことね。ここはまあ、こんなもんだったかな、うん、もうちょい見てもいいかもしれない。覚えてないけど。かな、特になさそうだよね。もう20分超えちゃったんで、一回、見たいって思うから。ちょっと起きるか。かなり順調よ。そうね。はい、じゃあ、パート3だよね、これ。次だね、一応。切ろう、切ろう。はい。ではまた。パート4で終わり。お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。